皆さんこんにちは。サバ式暗算が子供のうのくたりの著者の甲信吾です。今日はですね、なんと北米支部の先生がこんなにずらっと並んでくださいまして、矢吹先生、それから坂林先生、それから滝口先生、はい、ということで皆さんどこでソロバン塾を？私は LA です。 LA、はい、かっこいいですね。ロサンゼルス。私はポートランド。私はサンディエゴです。で、私は東京です。焼き鳥いらないでしょっていう話ですけど、なんかあれ今日大会やりましたけど、毎年この時期に、そうですね、夏はだいたいこの時期に、はい、まあとりあえず各地持ち回りでやってますね。いいですね、持ち回り。で、今年はカナダのバンフで、はい、ということで、はい、矢吹先生がいつも名司会をそうされているということで、ね、はい、坂林先生とか竹内先生もみんなもなんかすごい楽しいメンバーですよね。そうですよね。なんかすごい全種連の他の日本の支部よりも全然楽しみたい。それも言っちゃったんですけど。お祭りです。お祭りですよね。夏の風物詩。夏になったら、ね、もう1年に一度お会いできるみたいで、皆さん、ね、で、秋になったら、秋になったら練習に入る。練習に入る。で、また冬になって、寒くなり、春はもう一回また。春はもう一回。安山大会。安山大会はどちらで？大体 LA とか、北のサンホセとかね。はいはいはい。大体カリフォルニアでやってます。はい。カリフォルニアも広いですからね。日本の感覚で行くとね、あれじゃね、1.1 倍とか。はい、そうですね。そうですね。あれでも皆さんはどんな形で週何回の練習とかって、あとアメリカの先生たちってどのように、ね、指導されてるのか気になるんですけど、うん、まあ皆さん大体同じようで、うん、私のところも大体週1、あ、週多くても週2で、まあ10人いたらせいぜい1人ぐらいかな、あ、しか来れないんですよね。はい、来れないという事情があるので、うん、もうそういう形に皆さんやってると思います。でもその中でも今日僕さっき言ったの、うん、これ大会の日なんですけど、ね、上手な生徒結構多くてびっくりしてるんですよ。日本から僕は来てるんですけど、うん、まあ週一の終わりにはね、結構いや相当上手な、相当上手な子もいますし、まあ、まあ、なんていうんですか、ピンからキーまでいるでしょうし、でやっぱりできる子はやっぱり多分家でやってるだろうし、多分先生方も大会の前に残して、特別な訓練はやってると思います。はい、宿題とかも結構、はい、バンバン出しますよ。お、厳しいですよ。厳しい。宿題どれくらいやってきたか結構チェックしますか？しますよ。おー、さすが。やっぱポートランドっていうのはそういう地域なんですか？そういう地区。いや私がただそれだけ。おお、やっぱり先生の力。そういう生徒厳しいんです。厳しい。厳しいです。滝口先生はそうでもない？意外とちょっと生々しい。意外と生々しい。でもいろんな先生がいて本当に面白いですよね。でも、まあね、まあ、大体会員が12、3人いるんですが、でそのうち12人ぐらいはもう日本人の先生で、しかも日本から来た先生が多いので、あ、日本のことを、ね、皆さん知ってるし、経験してるし、まあ、大体日本式になりますよね。そうするとやっぱり大会とかの進行とかもすごい静かで、すごいなんかね、いい感じで進められてましたけれども、まあ大体来たものにはある程度何か与えるとか、何かもらって帰るというね。トロフィーとかメダルとかもめっちゃかっこいい。まあ、かっこいい。日本から見るとね、はい、今日今年はね、またカナダの国旗がついてかかるね。いいですね、国旗がね、こうやってね、素敵でしたよね。いいですよね。あれ、来年は どこで？来年はとりあえず未定です。また発表してまいります。さっき三ノ瀬かもって生徒言っちゃったんですか？これから決めて。これから決める。多分三ノ瀬の、三ノ瀬じゃなくてカリフォルニアのどこかに。カリフォルニアもカリフォルニアで広い意味ですよ。どこになるかね。そうですね。日本からももっと我々も生徒参加させたいなっていうふうに思ってます。ぜひぜひ。来たい方がいたら、ぜひ連れてきていただいて。ありがとうございます。なんか街の魅力を最後ちょっと皆さん、ちょっとサンディエゴって僕行ったことないんですけど、まずサンディエゴはですね、一年中を通してあったかいところで、はい、夏は雨も降らず毎日晴れで、いいですね、はい、シーワールド、サンディエゴズ、レゴランドあります。レゴランドもあるんですね。レゴランドもあります。結構にぎわってる。そうですね、レゴランドちょっとちっちゃい子用ですかね。あ、で、まあ、国境も面してるのでメキシコと、そっか、そうです、はい、スペイン語も結構。そうです、うちは5の歩数はアミーゴです。アミーゴフレンド、フレンドです。あ、それいいですね。はい、それで10の歩数は10の歩数は
ベストフレンドです、ね、なんかいいですね、そういうのちょっと使わせていただきます、はい、いいね、ちょっと地方の色を出してみます、ね、結構スペイン系のお子さんとかも多い、いや、それはいないですけど、そんなにないんですけど、やっぱりアジア系なんです、ね、そうですね、アジア系の人たちが真面目ですよ、ね、でプラス、そのためどんなものかってまず分かってる方がね、保護者の方が多いから、あ、そうです、保護者の方が分かってる、はい、ありがとうございます。ポートランドはもうなんかもうよくあのカンブリア宮殿とか日本のチャンネルとかでこう紹介されるんですけど、出るでしょ、そう、めっちゃいい街だって聞きますけど、めっちゃいい街だって、めっちゃいい街だと思いますよ。だけどじゃあレゴランドあるかない、んあれあの何ディズニーランドあるかない、何もない。でもポートランドはでもベストシーズンはJune, July, August, September 6,7,8,9 がベスト。お、今ですね、今が本当にもう今こんな感じでもう涼しくて、夏は暑くなるけど日陰に入ると涼しいみたいな。お、その他の時もいいんですけど、時々雨ザー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 ザ ー暗いぞみたいなそういう時もありますよ。だからいわゆるほら緑が多い、あ、でも四季がきちんとあって、あ、人も優しいし、ちょっと日本みたいですね。あ、いや、うん、だから住みやすいって感じ、うん、そうそうそう、うん、で物価とか高い、消費税ないですよ、消費税ない、うん、そうだからよくカリフォルニアの人が高級なティファニーとかを買いに来て、タックスフリーでしょ、そのタックスフリーの部分をホテルとかそういうところに費やしてみんな帰るの、なるほど、すごいでしょ。え、やっぱり消費税ないと経済的には逆に潤う感じなんですかね、そういうわけでもないよ。私たちみたいにセルフエンプロイド自営業者困りますよ、所得税超高いから、あ、所得税がその分高い、すごい高い、結局そこの調整してるんですよ。だからうちほらオレゴン州はちょうどその州境にワシントン州、ちょうどその州境なの、だからみんなワシントン州のバンクーバーに引っ越していって、そこに行くとほら消費税か、あの消費税はあっても買い物だけにちょっと来ればいいでしょ、で所得税かからないから、あ、どっちの良さも享受できるってこと。ただ悪いのはそことここに行くのに2つしか橋がない川があるから2つしか川そこは上手くなってる、そうだからここでもうすごい大渋滞、うん、毎朝毎晩大渋滞、それに耐えられるかどうかってことですね。私いい、仕組みとして上手くなってるんですよ、世の中上手くできてる、ポートランドいいとこです、来てください。いや行きたいな、ポートランド住みやすいと思いますよ、そうすごい、山口さんも何回か、私も何回か、私いつもあのソロバン大会で山口さん来てねーって、ポートランド毎年やってます、2月に来ます、来てください、2月、2月今度は2020年来てください、2020年2月よろしくお願いします。これ何日ですか、2月の23だったかな、23もう日曜日、もう場所通る、あ、ほんと日照券とかぶってますなんか言われた何かのあれともかぶってそうだ、まあでも大体かぶっちゃうんですよね、でも頑張って10年はね、行事が多いとかね、そうなんですよね。いやでも2月23日ポートランド確か日曜日、はい、よろしくお願いします、はい、行きます、行きます、行っちゃった宮本先生はもう、私は LA ですけれど、やっぱり LA の特徴は人が多い車が多い遊ぶところはディズニーランド、ユニバーサルスタジオ、うわ最強です、ね、やっぱり LA に来るのはやっぱり学生さんはディズニーランド、あですね、これ目的ですよ、ね、あ、ディズニーランド、ディズニーランドね、いや、そうです、うん、すごいです、だから遊ぶところは遊ぶところはいっぱいありますよ、まあ LA とかサンフランシスコとかあの辺りで大会やってますから、す、ね、機会があったらまた来てください、日本食もいっぱいあります、うん、そうですね、そうですよね、そこですよね、美味しいところもあります、はい、困りませんよ、はい、こっちに来ると米が食べたいって人結構出てきてある、出ますよね、やっぱタイ米じゃなくて、はい、ちゃんとした日本米を皆さん食べたいと思うので、はい、ぜひ、はい、皆さんあの来てくださいということで、まあ、僕が行きたくなっちゃいましたけども、はい、はい、また来てください、はい、また来てください、皆さん本当に皆さんありがとうございました、はい、ですわ、はい、皆さんチャンネル登録もぜひチャンネル登録してください、はい、よろしくお願いします、この番組言えますね、はい、さよなら、バイバイ。